めていきましょう。ミスターバーサス火花の試合です。ハローファイト。さあ、今日の大会初めてですね、両チームともにパラメーターが全く同じ形となりました。1人がシールドプレイヤー、残りの2人が、スピードやサイズ、攻撃的なパラメーターに振っている、アタッカー。1人がシールド、2人がアタッカーの編成。さあ、いきなりですが両アタッカーがライフ1枚まで削られてしまった。ミスター少しシールドを、ね、早めに展開してきました。ここでライフの残り枚数を近づけていきたい。さあここでライフ1枚の、手前チョコ選手を KO、 しかし取り返してきます。1対1。さあここが攻め時か火花、シールド両展開して一気に畳みかけてきます。残り時間が30秒。さあ1対1の同点、シールドの残り枚数も同じです。さあモロゾ選手ライフ1枚、球が集まる。さあここで割れ際で4枚抜き。さあさらに追加点、残り10秒、最後のシールドを使って届くか。試合終了まで5秒前。さあ火花が逃げ切りました。1対3で火花の勝利です。おめでとうございます。